よし、行くか。第22回スーパーファイト全選手の入場です。少しには頭は狙わないでほしいと記入した男、本当に戦いに来たのか。あれ S 級ヒーローのジェノスじゃね。格闘技とか見るんだ。開幕です。か、なあ、さっきの逆シードって何？え、あ、マジだ。この組み合わせだと、あ、お前も弱小じゃん。見たか、チャランコ、水流のケリー。じゃあ2回戦で水流選手とは。次の試合はザッコス選手との試合で勝ち上がってきた。俺は覚悟の足りない奴らに教えてやってるだけだ。おい、隙だらけ。なんだこの男は。次にどう。最後に頭だ。頭触んなよ。あ、場外です。また一発で決めたか。よし、俺もそれで行くぞ。さっきのマックス君の方が思い切りが良かったな。あんたこそなんでヒーローなんかやってんの？その程度の実力で。つまりこういうこと。さあ、いよいよ準決勝第2試合。アランコ選手無傷で決勝進出です。そこが知れません、ジャランコ選手。さあ、スーパーファイトもいよいよ決勝戦です。会場からも大番狂わせを期待する空気が伝わってきます。明帝剣水流対水球炭酸剣ジャランコ。さあ、勝つのはどっちだ。構えて。ジャランコ君、楽しもう。え、始め。さあ、ついに始まる。あれ、あの風圧は危険だ。わざと狙ってんのか。連続蹴りが全て寸止めだ。君強いんだろ。わかるよ、俺も強いからね。君はどうしてこの大会に出場したんだ。楽しいか。ああ、強いのは楽しい。あ、このままじゃ来た意味ないなって思ったけど、お前はちょっと違いそうだな。始めようか。行くぞ。さらに数段速い。ドン、行くよ。蹴り上げた。大丈夫でしょうか、ジャランコ選手。今のはさすがにヒヤッとしたぜ。いいね、そうでなくちゃ面白くない。君の武器はパンチなんだろ。さあ打ってこい。楽しませてくれよ。君もせっかく強いんだから、そんなつまんないことにとらわれないで自由に楽しく生きたら。女グリーンヒット。不純物、そんなもん関係ねえよ。水流って言ったっけ。これからも一つアドバイスしてやる。楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぜ。あっぶねえ、つい癖で。なんだ今のは。よ、遊びは終わり。ここからが本番だ。まだちゃんと見せてなかったよな。逃がすか。いいかい、武術とはこういうものだ。連撃、超連撃と止まらない。バッキバキだ。うわ、君に武術の何たるかが少しは伝わったのかな。なんか動きがかっこいいものだな。それが俺もやってみるか。さっきのぐるぐる回るやつで怪人倒せた。逃げたぞ。待て。優勝おめでとうございます、水流選手。最後にアクシデントこそありましたが、終わってみれば無傷での勝利です。無傷。